モデルプレスイコール2020年5月22日、歌舞伎俳優の石川海老蔵が22日、自身のインスタグラムを更新。ストイックなトレーニングに挑戦している様子を明かした。市川海老蔵、88時間食べてません。海老蔵は、バランスボールに乗った自撮りショットと共に、毎日やっとりますが、トレーニング。結構芯ついてきました今88時間、食べてませんが体重は77キロとかなり、キープしていて筋量増えてるみたいです。今はとにかくコツコツとトレーニングのため、88時間、3日、以上断食していることを報告。驚きのストイックさに、88時間も食べてないんですか？断食続かないのでただただ尊敬します。体がフラフラにならないか心配です。3日以上もファスティング、すごい、お見たいご自愛ください。などの声が寄せられている。